トミさん、チャオ、ムカです。ということでね、今回はハイキューの最新話380話のちょっとね、直前ということで、ネタバレではないですけど、ちょっとね、考察というか予想していこうというね、ところで、まあね、ジャンプはね、僕はまだ買ってないので、まあもちろんね、その発売日が月曜日っていうのはそうなんですけど、まあちょっとね、早く手に入れたりできるみたいなんですけど、僕の多分近場でそういう店がないので、ちょっとね、先には手に入れられないんですけど、まあ直前ということで、ちょっとね、予想動画を出していこうかなと思います。僕がね、ちょっと思ってるのが、2つあって、まず1個がなんかこの試合でほんまに最終回に行ってしまうのかっていうのと、そうではなくて、まあ、前も動画出したんですけど、この後に別で世界大会とか、まあ、及川と戦ったりとか、そういうのがあるんかなっていう風にこう2つあるんですけど、まあ、なんかね、僕的には終わってほしくないっていう意味も込めて、後ろのね、世界大会とか、その及川との戦いとかがあってほしいなと思うんですけど、まずね、このアドラーズとブラックジャッカルの戦いに関しては、まあ、なんかね、そんなに引っ張らないような気もするんですよね。結構なんか 2,3 話で終わって次のステップに進んでいくみたいな、そんな可能性の方が高いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあラスボスっていう形で言ってたんですけど、それにしても今ね、その白鳥沢であったレオンとか、そのセミさんとかも、ね、見に来てるんですけど、他の人が全然来てないじゃないですか。例えばあの及川もそうやし、岩ちゃんも来てないですよね。その辺とかがなんか今後出てこないって考えたらなんか違うなって感じするんですよね。まあ、及川に関してはリオで出てきたっていうのはあるんですけど、でリオで出てきた時に全員倒すっていう風に言ってたんで、その辺考えたら今後出てくるっていう可能性は高いと思うんですよ。で、まあこのブラックジャッカルとアドラーズのチームに入ってないと思うんですよね。だって影山も倒したいわけやし、翔也のことも倒したいわけじゃないですか。って考えたら違うチームにいる、もしくはこの前の動画で言ったみたいにアルゼンチンのチームとして日本に戦いに来るっていうね、そういう可能性もあるんじゃないかなと思うんですけど、まあもちろんね、この先にそういう展開があると僕は思ってるんですよ。じゃあこの今始まろうとしてる試合に関しては、次の話でね、なんかこうすぐ始まるのかって考えたら、なんかちょっと引っ張りそうな感じはするんですよね。例えばなんか試合前なんで、ウォーミングアップ的なやつで、正常との戦いの時に影山ってね、及川となんかこう来たなみたいに言われたりとか、トビオちゃんはこの前コテンパンに叩きのめしたからねみたいなこと言うわけじゃないですか。及川が、影山が今回は勝ちに来ましたみたいなね、感じで言う、ああいう流れがもしかしたらあるんじゃないかなっていうのは思うんですよ。だからまあ翔也と影山に関してはね、前もすでに裏で言ってたんで違う気はするんですけど、例えば、まあ、僕とかこうスパイク打って、でそれを相手のアドラーズが見て、おーおーみたいになってるとか、サクサがこう打っておーみたいになってるとか、で影山がジャンプサーブとかしておーみたいになってるみたいな、そんな流れがねあってから試合開始っていうのもね、十分ありえるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこの試合開始に関してはね、まあ、僕の希望ですよ。僕の希望も混じってるんですけど、僕的には、まあ、おそらく多分最初アドラーズのサーブから始まると思うんですけど、まあなんか若俊くんがねサーブしてもいいと思うんですけど、そうじゃなくて、なんか僕の理想としては影山が最初にこうサーブをして、それを翔陽がこう取るレシーブするみたいな、そんな流れがあったのがちょっと激アツじゃないかなと思うんですよね。だってカラスの入って最初の頃とか、あのサーブ対決みたいなしてたわけじゃないですか。影山がジャンプサーブを身につけて、そのサーブを翔陽が取るっていう、そういう対決をしてたわけですよ。でその時っていうのは翔陽はもうコテンパンにされてたわけじゃないですか。でまあそこから力つけてって、このプロに入った段階で影山のサーブをこう取るみたいな、取って影山がやるなみたいな顔するみたいな、そういう展開がなったら面白いなと思うんですよね。でその上げたやつを、まあ、もちろんね宮渥がセッターなんでトスをして、まあねそこでね誰が打つかなんですよね。僕とか打ってもいいと思うし、サクサが打ってもいいと思うんですけど、なんかねそこは翔陽がもう一回こう前に来てパーンって打って、影山の方に打ち返すみたいな、でそっから試合開始みたいな。でまあそしたらもちろんね、見てる側田中とか菅原とかね、絶対なんかもう菅原に関してはもう泣き叫びそうやね、うおーみたいな。で田中もなんか日向みたいな言いそうじゃないですか。でまあ西野屋来へんのかな、なんか西野屋ワンチャンチームにいるとか、そんなんあってもなんか面白いなって気がするんですけど、だって西野家のレベルがあったらね、絶対プロでもやっていけそうな気がするんで、それ考えたらね、だって西野家出てきてへん、及川出てきてない、岩ちゃん出てこないって考えたら、なんか違うなって感じはするんですよね。だって若俊くんもいるって考えたら、鷲城先生が見に来てもおかしくないと思うんですよね。だって翔陽のこともね、鷲城先生が確かリオにね連れて行ってくれた流れがあるじゃないですか。それ考えたら鷲城先生も来るって可能性もあるし、まあ、鵜飼さんはねもう来たんで、武田先生も来たしって考えたらね、全然まだまだ他のメンバー来るんちゃうかなと思うんですよね。だって苦労とかもね、まあ、出てきてないんで、その辺多分こっから出てくると思うんですよ。苦労に関してはバレー続けてそうな感じするじゃないですか。ケンマは出てきたし、ケンマはなんか YouTuber になってたし。だってケンマが出て
てきて、クロウもねバレしてなかったら多分そのタイミングで一緒に出てくると思うんですけど、出てこないということでね、あとはフクロウ谷のメンバーもね見に来てないじゃないですか。僕とだけいて他のメンバー見に来てないってなったらなんかちょっと違和感をね感じるんで、その辺考えるとまだまだ続くんじゃないかなってねちょっと思うんですけど、試合中にね登場してきて続々登場してきてそれで終わるってなったらね、なんかちょっとそれはなんか嫌やなって感じがするんで、ここからどんどんね僕は対及川とか、あとはねクロウのチームと戦うとか、西野家と戦うみたいな、だって西野家と醤油の戦いとかも見てみたいじゃないですか。ちびっこ対決みたいな、醤油のスパイクを西野家がレシーブするみたいな、そんな対決もね見てみたいんで、その辺をねちょっと僕は期待してこの先ね待っていきたいなと思います。まあね、ジャンプに関してはもう明後日ですね、今土曜日なんで明後日発売ということで、まあ1週間空いてなんでね、もうめっちゃ期待が高まってる状態なんですけど、昨日のね配給の4期とかもね見て、やっぱ赤星くんと悟りいいなってね思いましたね。はい、ということでね今回はこの辺で終わりたいなと思います。ぜひねこうやってね感想とかありましたらコメントよろしくお願いします。ということでね、今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。